ただいまより、腸内環境情報を利用した生活習慣指導 AI の開発のプレゼンテーションを開始いたします。登壇いたしますのは、株式会社メタジェン取締役 CFO、水口義則様です。それでは、水口様、よろしししくお願いいいたままますすすごご紹介ありがととううざいます株式会社メタジェンの水口と申しますどうぞよろしくお願いいたします。 で本日はですね腸内環境情報を利用した生活習慣指導 AI の開発についてご紹介をさせていただければと思いますでまずですね、まあ、開発の背景といたしまして世界のですね肥満の成人人口ものすごく増えておりますで具体的に言うとですね、まあ、2030年には成人人口の17.5%に当たるですね10.3億人があの肥満になるというところが見積もられております で肥満になってしまうとでさ、ね、まざ、あ、まな代謝疾患であったりとかがん感染症などのリスクを高めるということが報告されております。まあ、こういった具体的にはですねこういった心血管疾患であったりとか糖尿病のいったまあ代謝疾患であったりとかがんとか、まあ、感染症の重症化であったりとか、まあ、新型コロナウイルスのまあ重症化リスクも高めるということが、まあ、この肥満によって起こされるということも報告されております。 従いまして、ですね今後こういった有効な対策、肥満に対するですね有効な対策を取らなければ、肥満はもちろんのこと、を肥満に起因した、ですねこういったさまざまな疾患がますます増加するだろうというところが、あのー、見積もられているところでございます。従いまして、こういった肥満の予防であったりとか改善ですね、これは多様な疾患のリスク低減につながるだろうというところで、わ、あ、れ、のーまあ、我々開発をしているところでございます。でまあ、その まあこれを実現するためにですね、我々着目したのがまあ私たちのお腹の中にいる、まあ、腸内細菌でございます。で、私たちのお腹の中にはですね、まあ無数の腸内細菌が生息しております。数百種類で、あの四十兆個にも及ぶですね、まああのお腹の中にいるまあ菌、まあこれの群衆のことを腸内フローラと、まあお花ベタケに例えて腸内フローラと呼んでおります。 また、ですね、まあ、腸内細菌が私たちが食べたものを分解してでさまざまな物質を作っております。まあ、これを代謝物質と呼びます。でこれらをまとめてでわれ、ねまあ、我々腸内環境と呼んでいるわけでございますけれども、まあ、この腸内環境のですねあのバランスが崩れてしまうとさまざまな疾患の原因になるということが報告されております。で具体的にはですね えーまあ、こういった大腸がんとか炎症性腸疾患、CD フィスル感染症のような腸管の病気、実はこれだけではなくて、ですねこういった多発性硬化症とか自閉症、パーキンソン病といった実は脳に関係するような疾患の発症にも実はあの腸内環境が関係していると。 でまあ、さらに全身性の疾患ですね、さまざまな臓器であったりとか、まあ、こういった肝臓がんとか、慢性腎臓病、アレルギー、肥満、糖尿病、動脈硬化というようにです、ね、でさまざまな腸だけではなくて、さまざまな臓器とか、まあ、脳も含めて全身の疾患に実は腸内環境が関係しているということが分かってきております。従いまして、非常に腸内環境と全身の健康というところが非常に密接に関係することが分かってきております。で腸内環境を見てみるとですね、 これがあのそれぞれの個人個人の腸内環境のバランスを、まあ、それぞれのバーグラフで表しております。で、これ、集めているのがですね健康な人の腸内環境のバランスを示しております。で、見ていただけるとおりです、ね、あの健康な人においても、それぞれの腸内細菌のバランスっていうのが非常に異なっているということが見て取れるかと思います。で、例えばですね、あの皆さんの馴染みにあるようなビフィズス菌、まあ、この黄色で示してあるものがビフィズス菌になるんですけども、 まあ非常に多くあの持っている人もいればですね、ほとんどあの持っていない人もいるというところで健康な人においてもですね、このように非常に多種多様なバランスの違いっていうのが見て取れますでこのバランスの違いがですね、まあ、何を意味しているかというと、まあ、こういった腸内環境の人々が同じものを食べたらどうなるかと言いますとですね、実はあの代謝であったりとか食品の効果も異なると。 市場にはいろんな健康食品とかありますけども、その効果っていうのは、実は腸内環境のバランスに依存して、ですね効果が異なっているということが分かっております。で例えば、ですねあ,のある食品がある食品 A ですね、まあ、これを分解できる菌がいる人といない人、でこの菌がこの食品 A を分解できる菌がいる人は、ですね、まあ、うまく菌が、おなかの中で菌が分解して、ですね、まあ、代謝が進んでいくと。 これ分解された物質というところが、もしかしたら健康に寄与する物質の場合、ですねこういった健康効果が異なってくるとなので、アルキンを持っている人は非常に効果が高いと、一方で、アルキンを持っていないと効果が低いということが分かってきております。 でこの効果を示す人のことをまあレスポンダーと呼んでおりまして、まあ、こういった腸内環境の違いによってですね、まあ、得られる健康効果というのが個人差が出てくるといろいろな健康食品のところで、まあ、個人差がありますよとよく言われるところではありますけれども、実はまあ最近分かってきたことでいうとこういった腸内環境のバランスがですね、関係しているってことが分かってきております。で一例、例具体的な例を申しますすと、大麦です、ね、大麦麦ででね。 はあの食事による血糖値の増加を抑制するというセカンドミール効果というのは知られているんですけども、この効果がより得られる人はどういう人かといいますと、実はおなかの中にです、ね、プレボテラという菌がいる人、でプレボテラという菌、あのまあ、先ほど、あの今のバーグラフをお示しいたしましたけども、プレボテラというのはです、ね、このピンクで示している菌があのプレボテラでございます。 まあ大体は日本人で2割とか3割とかまあ保持している菌と言われておりましてえこの菌が持っている人はですね、この大麦を食べると大麦中に含まれる β タグルカンという食物繊維があるんですけども、これを分解して、琥珀酸を作ります、この琥珀酸がですね、体糖の改善すなわち血糖値の増加を抑制するという効果が知られております。 なのであの、自分のお腹の中にですねこのプレボテラという菌がいるかどうかというところで、この大麦の健康効果が得られるかどうかというのが異なっているというところで、皆さん、腸内環境を調べればこういうことがあの分かってくるとなので、事前に知っていることが何を食べればより健康になれるかというところが分かってくるというところでございます。でこのようにですねあの腸内環境を見て判断して行動することができれば、えー 科学的根拠に基づいて健康を作ることができるというところで考えておりますでこういった背景に基づいてです、ね、この肥満の改善に対するあのソリューションとして根ー様のご支援をいただいてこの当事業においてです、ね、株式会社モルキュア様と損保ヘルスサポート株式会社様と連携いたしながら生活習慣指導 AI の開発を行いましたで、まあ、これまで生活習慣あの肥満の改善であったりとかダイエットというとですね まあ食事制限であったりとか運動とか生活習慣の改善とか、まあ、あらゆるやり方っていうのがあるんですけどもやはりですね、まあ、あ,のあれもこれも手を出したりとかあの自分に合ってない行動を選択することによってですね、まあ、なかなか効果が出なくて挫折してしまう例っていうところがよくあの聞いたりあのいたします。 でまあ、これからですね、まあ、今回、あの我々は開発した痩せる AI、まあ、通称、痩せる AI ですけれどもこれを使うことによってですねその人に合った行動を明確化してご提案することが可能になりましたで具体的ですに、ねまあ、当事業において BMI25 以上の方の800名のですね腸内環境データであったりとか健康診断のデータアンケートのデータ 並びにです、ねまあ、どういうあの行動をして痩せたかどうかというデータを取得しており、まあ、それに基づいて AI の開発を行っておりますでこの AI を使うことによってです、ね、その人に合った最適な行動をご提案することが可能になりましたで具体的にです、ねあのあのまあ、例えば例になりますけれども夕食の食料を減らしましょうと、まあ、指導を行った場合ですねやはり全員が痩せるわけではございません痩せる人もいれば あの体重が増加してしまうグループというところに分けることがありますやはりまあ同一の指導項目であっても人によって効果にですね差が出てきますでそれぞれの,あの腸内環境を調べたところですね体重が減少したグループに特徴的な菌のえま存在っていうのが分かってまいりました、まあ、ここはあのブラインドあの菌の名前はブラインドさせていただいておりますがこのようにですねあの体重が増加したか増減少したかっていうところでその菌相の菌の違いっていうのが分かってまいりました でこのようにですね、こういったデータを蓄積して AI の開発っていうのを行っております。で例えばですね、まあ A さんの場合で、まあ我々が会社 AI を用いることによってですね、こういったアウトプットをお返しすることができます。でその人に合ったですね、おすすめの行動ランキング化してお返しすることが可能になりました。 A さんの場合ですとこういった活動量を増やしましょうであったりとかあの、まあ、ゆっくり、ゆっくりに浸かりましょうと、まあ、主にですね、あの活動量とか運動を増やすというところに、まあ、おすすめの行動が出てくるとでまた特徴的なところが普段通りでいい行動というところもお返しすることが可能になっておりますすなわちですね、あのまあ、ダイエットで言うとあれもこれもではなくてあなたはこれはやらなくてもいいよと。 こここれははあまりダイエットには寄与しないいよというととうろががお返しするるできるとやはりあれもこれもっとダイエットで言うと結構ストレスが溜まってしまってなかなか続かないというところのお声がけあのいただきますけどもそれを改善するとことが可能です、まあ、A さんにとってはですねあの、まあ、飲酒量を減らすっていう飲酒を控えなくてもあの良いとやはりまあこういったあのよりまあストレスをためないで健康維持に結びつける行動がご提案できるというところが可能になって いるところでございます。で最後になりますけれども、まあ我々開発した AI。 の業の、えーまあ、今後の,あのサービスの、えー、協業というところであの主にです、ね、原料であったりとか腸内環境の改善を軸とした新しい健康経営に関心がある、えー、企業様であったりとか原料や腸内環境検査を取り入れた事業開発とかサービス導入に関心がある企業様との連携を求めているところでございますもしあの、まあ、こういった、えー、事業にご興味がある方はあのぜひともあのお声掛けいただけますと幸いでございます、えー、本日の発表は以上とさせていただきますご清聴ありがとうございました えと。ね